ないわ。Hey guys, what's going on? Welcome back to my channel. It's Minami here. 皆さんこんにちは、みなみです。はーいわ。レオです。今日はこれからドイツの有名なスーパーエデカっていうところで、ちょっとお買い物をしたいと思うので、その様子をちょっと動画にしていきたいなと思います。はい、ドイツもね割と物価は高いと思います。だけどアメリカから来た私たちにとっては値段は少し安く、そしてクオリティももっと高いという印象を私たちは受けます。なので、そうですね、いつもねスーパー来るの楽しみにしているんですけど、今日はそんな感じの様子を撮っていきたいと思います。ここはうち、から近いスーパーで、中にねカフェだったり、パン屋さんとかもあるので、そんな感じの、はい、ところも撮っていきたいと思います。レオがいい子にしてくれるかな。はい、ではバッチリ going。何？小さなカフェがあります。はい、ママここいる。ほら見て、ほら、あ見て、パンが売ってるよ、あれ。パンが。パーンって。バナナ、バナナあるね。レモン買うか、レモン、大きなレモン、大きい、あーん、はい、にんじんだね、小さな白菜、はい、入れる、ノーバーバイ、バイバイ、オッケー、じゃあミッキーここお座りね、お座りここ、はい、いい子いい子、はい、お座りしてるミキ。あ、待って。マッシュルームス。このトマトが美味しいので、ネギ。バブル。アップルだね、アップル。どうぞ。アップルは？アップル。あとみかん。みかん。みかん買うね。入れる？分かった。じゃあ入れる？はい。入れる。はい。そうだね。はい。ありがとう。ありがとうレオ。お寿司とおにぎりが売ってます。このおにぎりは3ドル。しないよ。はい。入れるして。ダメだよ、取ったら。優しくね、バナナそーっとそーっと戻す。次が、レオ、
戻すして戻す。これやめて、落としたら怖いから。オッケー、じゃあ違う投げる、違う投げる、違う投げる。これあげるじゃん、これ。はい、これ持って。バイバイな。もう一回。あとはピーナッツバターを探したいんですけど、どこにあるのかが、あーわ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 ー、どこにあるかが分からなくて、しかも全部ドイツ語だし、ドイツ語も話せないので、ちょっと多分おそらくジャムとかが売っているところにあるのかなと思うので、ちょっとそっちの方に行って、ちょっと Google トランズレートで見てみます。あったー、多分これかな。レオ用のピーナッツバターなので、この辺にしようかな。はい、帰宅しまして、今回の購入品64ユーロ使いました。アメリカだと多分これ全部で普通に100ドルぐらいすると思うので、ね、やっぱりあのドイツ、アメリカとドイツ比べたらドイツの方が全然安いかなって本当に思います。でお肉、まあ、あの皆さん思ったと思うんですけど、チキンしか買っていない。お肉専用のお店があって、そこで、一応ね、あのひき肉だったりとかステーキだったりとかっていうのいるので、いろんなところ行って買うのがめんどくさい時とかは、もうそこでお肉、ここでね、エデカで買っちゃうんですけど、今回はチキンの胸肉だけここで買ってきました。いちごとかね、日本と比べたら日本の方が美味しいいちごを売っているんですけど、アメリカと比べたら本当にクオリティが高いんですよね。いちごとか、野菜がクオリティ高くて美味しいので、そういったところではとっても嬉しいです。トマトとかもものすごい真っ赤でね、甘くて美味しくて、みかんとかきゅうりとかもアメリカではね、こんなちっちゃいきゅうり売っていなくて、とっても料理するときとかも美味しくご飯が作れるということで、そこはとっても嬉しいです。何が入っていて、どういうヨーグルトなのかとか、ものがちょっとわからないので、全部ね、携帯で Google の写真で通訳してくれるやつ、普通よりね倍の時間かかってものを買っているので、あんまりこう、例えば牛乳とかもいつもこのブランドで買ってます。もういろんなのあるんですけど、いちいちこう調べたりするのが、はい、もうないない、いちいち調べたりするのがもう本当にね、疲れちゃうので、疲れちゃうし時間がかかるし、レオがいるとね、あんまり時間かけてられないので、いつも買っているものを買ってる感じです。この白菜見てください、この小ささ。はい、日本の白菜と全然大きさ違うんですよね。ここにちょっと餃子をするので白菜を買ってきました。こんな感じで、この食材は多分次の3日ぐらい分かな。アメリカだと週に1回でも爆買いしてたんですけど、スーパーが、ね、とっても近くて、バナナ食べる？バナナ？バ。カミカミよ。はい、スーパーがとっても近いのと、冷蔵庫がねとっても小さいので、あんまりね買っても入らないということで、いつも週に 2,3 回スーパーに買い出しに行っています。まあ、今度はアジアンストアとか、私たちがよく行くこの辺の、アジアマーケットとか紹介しようかなと思っているので、また動画を撮っていこうと思います。今回も最後まで、ご覧いただきありがとうございます。ドイツ在住の方でエデカによく行く方、もし何かおすすめ商品とかありましたら、ぜひ教えてください。そしてコメントもお待ちしておりますので、ぜひコメントもください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。 But if the world had more of your smile